アに来てます。久々のタイムズスクエアです。皆様、私ただいまタイムズスクエアに来ております。じゃ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 ーん。はい、今日はですね、感謝祭の翌日、11月26日金曜日、ブラックフライデーになるんですね。普段私出歩かないんですけれども、ブラックフライデービッグセールが行われているんですけれども、特に買い物に来たわけではありません。はい、ほらタイムズスクエアですよ。今日ね、タイムズスクエアに来たのは実はあちら、じゃん、見えねっつーに。ではもうちょっと近くに行ってからお見せいたしましょう。じゃあタイムズスクエアを堪能あれ。あー、すごい、あのコスチュームがいっぱい。ほら、後ろではね、ミッキーとかミニーとかたくさんいますね。では私の目的地はもうじき着きます。はい、ですね、もう間もなくかな。おう、ここだ、アラジン見てきます。今ワクチンの確認をしてもらってとうとう入場です。感じです。ちゃったけど、いや、アラジンよかったね、すごいよ。もうね、ミュージカル見終わった人を待ち構えて、タクシーがいっぱい。よかったアラジン。じゃあまた後でブログ書きます。おー、すごかった。このね、人数も満員御礼だったもん。かなりすごかった。ほら、アラジン、ありがとう。すごいのよ、スーパーマリオとかいるんだけどさ、もうタイムズスクエアなんかこんなことない限り絶対来ないから、ちょっと早く撤退しようかなと思います。よかった。でも、もうよかったです、本当。久しぶり、何年かぶりにミュージカルなんか見た。結構ね、ストーリーとかは大体把握してるじゃないですか。だからね、英語がそんなにわからなくても大丈夫。もうね、歌と踊りすごかったよ。さすがディズニーやってくれるなっていうので、一番感動したのは、アラジンってほら、アラブみたいな国のね、中東とかの、お話じゃない。だからね、俳優さんとかがインド人の方とか、黒人の方とかね、普通ね、白人優先であったりするのに、ほとんどがね、インド人、黒人、すごいね、なんかいいかった。はい、そういう面でもね、なんか多様性とかがあったみたいな感じで。じゃあちょっとタイムズスクエアは苦手なんで帰ります。バイ。